おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、ちょっとタイトルにもあるように、今後のね、活動内容の報告についての動画となります。25日の夜にね、緊急事態宣言の全国的な解除が正式に発表されまして、大変な状況の中で少しでもね、収まったということで、僕も嬉しくは思っております。ですが、我が家にはですね、ちょっと出産後の奥さんだったりとか、生まれたばかりの子供がいるのでね、心配な部分も多々あるので、すぐにはね、外の撮影とかも復活せずに、今後もね、ちょっとしばらくは家撮りをメインに動画を作っていこうかと思っております。まあね、この事態でもともとテイクアウトとか、デリバリー、全国ネット配送なんか販売をしてなかったお店がね、これをきっかけにサービスをね、始めたお店も多数あって、今までね、動画で紹介したお店なんかは直に行かなきゃ食べれなかったんですけど、今はね、ネットとかでも買える時代になってきているので、せっかくであればそういった商品を紹介して皆様にも知ってほしいと思っておりますので、しばらくの動画内容は変わらずね、自宅の方から僕が美味しいと思った料理メニューを紹介していこうかと思っております。ちょっとね、外の撮影の復活を待っていた視聴者さんには本当申し訳ないんですけれども、少しだけね、様子を見ながら徐々に外撮りも復活させていって、家と外と美味しいものの紹介を両立できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またね、ちょっと以前の動画でもお話ししたように、どうしてもスケジュール的に自粛要請が出てから撮りに行った動画2本ほどあるんですけれども、それはね、ちょっと合間を見ながら公開をしていこうと思っておりますので、若干ね、外撮りの撮影が出てくる部分があるんですけれども、そのあたりはご了承ください。まあね、緊急事態宣言が解除されたからといってコロナがね、完全に収まっているわけではないので、皆様も今感染を防ごうと対策をしているものに関しては引き続きね、行っていただいて、体調の方は気をつけて、美味しいものを食べながら幸せに生活をしてください。ということで、短い動画にはなりますが、今後のね、活動報告の内容の動画でございます。本日もご視聴ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。じゃあね。